はいどうもピヨキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。そういえばねもう知ってると思うんですけど、前回のみんなでバトルでコロナに負けたっていう動画出したと思うんですよ。まあこのマリメの名前でねコロナっていう方がいたからちょっとつけさせてもらったんですけど、でその題名にしたらさ概要欄にさコロナの情報が出ちゃってまあ変えようかなと思ったんですけどね、面白いんでそのままにしときます。これなんか1の1っぽいね。よろしくお願いしますね、キノピコね。なんかくれよ、なんかアクションくれよさあここで飛んでくるプクプク、マジで危ないね。ここでアイテム欲しいな。あのキノピコ激アツじゃん。今ファイヤー取ってったんですけど、あぶねあぶねくねえ。この金魚たちが危ないんでこのキノコ取っていきます。でこのまま走ってってね、先に確かフラワーがあったと思うんですよね。これがあればもういけるよ。あとは3人抜くだけだね。このコース結構長いこと祈りましょう。オッケー、キノピコ戻ってきてる。さっき1位だった人だね。でここで、はい、やべえでーちっちゃいまんまか。あこっち近道パターンじゃない。熱い、このまま行って、危ねえこの亀。待って、ここそうそう言うの忘れてた。あのね、僕の動画がですね、YouTube の急上昇ランキングに載ったんですよ。まあ一応ショートだからね、ちょっとなんかずるい感はあるけど、それでもね、急上昇に乗るっていうことは、めっちゃすごいことだと思うんですよ。なんか急上昇ランキング25位だって。タグにね、なんか急上昇ランキング1位かな。あ、1位じゃね。なんか急に1位にさせてしまったけど。待って、これ落ち着いていこう。ね、多分そんなに来ないはず。オッケー。で、ここでアイテム取っていこう。うわ、来た!まずい!やべ!抜かれる!やべ!抜かれた!よっしゃアイテムを軽視しましたね、あのキノピオ。あとはゆっくり行ってもう勝てるだと思います。なんて言った今、勝てるだと思いますどっかの、まあ、異国の人みたいな感じになりましたけど、多分ここでもうゴールがある感じだね。じゃあみんな待っておこうか。ごめん待って、まずい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 、これとごめんルイージあら、いくら D なんとかっている、あの方ですね、あのリスナーさんでかなり強い、まあもともと世界2位ぐらいの人だったと思うんですけど、あーやっぱりそうだね、相当強いよ。5800ぐらいでしたけど、まあ、そんなレベルじゃないんですよこの人。もともと世界2位ぐらいの人だったっけな。バトルコースだから本当の実力が試されるね。よろしくお願いします。本気でいきますよ、いくら D さん。じゃあこれは僕マリオだね。ほっ、 OK。で、これ壁ジャンプ、もう早いなもう勝てるがしない、もう勝てる気がしない、大丈夫、うわ、いやまだ大丈夫、ほい、よし、でここ上でここ、あのイクラ D さんに勝てたら終わります僕、ほい、待って、こっち、うわ、ちょっとボンミスしたね。ちょっとマジで本気で言っていい、ちょで、こっちで右、うわ早い、マジで、てかマジ早いね、これ、ほい、くやー、悔しい、勝ちたい、マジで勝ちたい、誰か助けて、ほっほっ、うわまだあって、オッケー、よし、で左、く左ね、はい、うわはははくー、惜しい、あれあれ、なんだこれ、ちょ待って、なんだこれ、いやまだ終わりじゃない感じこれ、ちょいちょい、もうちょっと、もうちょ、よし、ちょ待てって、ちょ絶対わざとしてるこれね、え、ほい、オッケー、待て待て、いくら D、 そしてこの前ねこういうコメントがねあったんですよね。ピオキングさんが言う勝ったくせえとか負けたくせえの、くせえを使うのがマイブームになってますみたいな。いや、あんまり良くない言葉だと思いまして。僕もね、教育によろしくないなと思い。まあ言葉をですね、今後改めません。全然改めません。ちょっと待って、そこがいいのか、キノピコ。そんなにそこがいいキノピコじゃねえけど、キノピオね。まあ同じ色が良かったんだろうね。ちょっと待って、誰マジでこのキノピオ。マツッキー知らねえよ誰ですか。じゃあ青で赤から青にまた移動しましたけど、これこうちょびじゃんでいこうね、ちょびじゃんでいこうね、ちょびじゃんで抜けていきます。でここ右で、オッケー、でここはこう壁ジャンプ使っていこう、はい、オッケー、でこう、よし、でこう、よし、うわ、キノピコといい勝負だね、うわー、なんか書いてるね、1988年みたいな、これ上から行ったらゴールあったくさいね。これ取っていきます、ちょっと待って、取っていきます、よーし、オッケー、で
てれれてってて。で、ここパウ持っていこう。多分これ熱いよ。なんか最後にさ、クッパとかいったら多分これで一発で倒せるから、多分これ熱いと思うんですよね。じゃあこのまま持って、うわ消えた。そっか、消えるんだった、忘れちゃったな。で、これは1990年、これはスーパーマリオ3のコースっぽい。スーパーマリオ3なんだったっけ、スーパーマリオワールド3だっけ。で、次91年、おそらくスーパーマリオワールドが来る。あー、何このコース。これは右でいいのかな。待って、せめて待っててよ。これみんなで一緒ゴールできるやん。なんだあの土管は。お、 SMM2 行くって聞いたことあるな。多分リスナーさんだと思うんですよね。絶対そうだと思います。ほらね、ようこそいらっしゃいました、ピオキングの世界へ。オッケー。で、このままジャンプして渡ります。このジャンプゲー私は得意ですよ。ほ、これはミスれないね。ほ、これ一発でいったらすごくないですか皆さん。よし、ゆっくり行こうね。これはあの SMM さんにうまいっていうところ見せなきゃいけない。来た、これは来たんじゃないんですかね。うわー、待って、まだあんのか。はい、いける、いけるよ。ちょっと待って、みんなでやり直ししませんか。送ってるかもしんないんですけど。ちょっと待って、これミスったらこれだけは。そして、はい、よし、これはうまいんじゃないんですかね。きたー。 ABC 四つ目いるね。前回のみんなでバトル見た方は覚えてますよね。あの方にやられました。今度本気でいきます。ルイージでしょ、多分なんかしてくるよ。ほらほら、もう今度信じる、今度信じます。いや待って、僕が運んでってあげる、僕が運んでってあげる。ちょっと待って、僕が運んでってあげる。ちょっ、うめえな持つの。これ右からいきます、もう負けません。ほい、うまい。今の見ましたか皆さん、うますぎ。で、このまま右いきます。落ち着こう、落ち着こう。オッケー、うますぎ。で、ここでアイテムきっちり取っていきます。待って待って、これはまずい。オッケー、待って、アイテムが欲しい。マジで欲しいな、ここ。オッケー、いや待って、キラピコ大丈夫、抜かせない、抜かせない。うわ、邪魔くせえ。うわー、じゃやられろキラピコ。やったね、このまま勝てるよきっと。 ABC 4つ目に勝てますよ。ちょっと待って、アイテム取っていきます。ルイージだったね、 ABC 4つ目。ちょっと待って待って、 ABC 4つ目待って、持つ。いや、ちょっと待って、オッケー。じゃ、よし、やられる、よし、来た。これはアンチャーリオ、見てこのうまさ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。